これやりたいっすっていうふうに言って、まあ、配属になりましたってあったんですけど、まあ、そういきなりITV に行けるってことはなく CTC で営業経験を積ませてもらったんです、ただ希望は出し続ける感じですね。スタートアップ同士 TV。はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV のガゼルキャピタルの石橋です。今回もですね、この動画はヘンゲさんにスポンサードいただきながらお送りをさせていただいております。ヘンゲさん、いつもありがとうございます。今回はですね、伊藤忠テクノロジーベンチャーズからプリンシパルの宮内さんにご出演をいただきまして、スタートアップ投資 TV をお送りしていきたいと思っております。改めて宮内さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずも今回第1回なので、ITV さんではなく、宮内さんがどういうお人なのかというところをちょっといろいろとお伺いしていきたいと思ってるんですけど、そもそも宮内さんって一番最初から ITV さんに入社されていらっしゃったわけではないんですよね。そうですね。新卒で伊藤忠商事に入社をしていて、伊藤忠商事の中でも情報産業ビジネス部という部隊に配属になっています。まあ IT で飯の種を作っていくという営業部隊に配属になっています。伊藤忠さんの中でもそういった舞台だったんですね。そうですね。超有名商社だと思うんですけど、その学生時代にそういった伊藤忠さんを志したのってどういう背景からだったんですか。はい、なんか漠然とした当時の思いとしては、その相手先の企業があって、そこに対してこう自分自身であったり自分の会社としてなんかまあさまざまな側面からのこう支援とかサポートをすることによって、その相手先が伸びて、伸びた分だけその報酬を得るっていうことができた。まあいろいろ当時まあ知識ないながら調べた中で、商社って物を売ってくるってこともできるっていうのがまあ特徴的かなと思ってですね。まあ当然投資とかまあ中に入って経営ようっていうところもあるんですけど、その売ってくるっていうところにまあ魅力を感じて。まあそういう意味で総合商社を志望してました。それで伊藤忠さんの中に入られて、しばらくはその情報部門というか IT 部門でお勤めだったんですか。そうですね。情報産業部門で、まあ1年間本社にいて、もう2年目の頭からは子会社である CTC って略すんですけど、まあそこにもう営業として出向と。丸4年間当時 CTC のまあ得意先の一つであるまあ大手通信キャリアさん向けに。まあ IT インフラとか、まあ業務アプリケーションの案件とかっていうのを営業として取ってきて、エンジニアの方々と一緒に収めるっていうことをこうかなり泥臭いエンタープライズ営業やってましたって感じですね。伊藤忠さんにいながらもめちゃくちゃ泥臭い大企業向けの営業から始まってるって感じなんですね。そうですね。まあ伊藤忠の人みんな泥臭いんですけど、最前線に送り込まれてはいましたって感じですね。その後にどういう経緯でその ITV 様ようなVC 部門っていうのが適切ですかね。VC 部門に来ることになるんですか。もともとその伊藤忠に内定があって、まあ一応配属の希望を出させてもらいますと、その通りいくとは限らないんですけど、まあ順位つけてくださいっていうのがあってですね、まあ当時はまあ新しい産業がいいよなと思って、まあ情報産業を志望したんですね。でその時にこう情報産業の舞台のまあ説明資料の一つにまあ伊藤忠テクノロジーベンチャーズって常にあって、いやこれベンチャーキャピタルっていうのは思ってたのに近いんじゃないかっていうのがあったんですね。これやりたいっすっていうふうに言って、まあ、配属になりましたってあったんですけど、まあ、そういきなりITV に行けるってことはなく CTC で営業の経験を積ませてもらったっていう、ただ希望は出し続けたって感じですね。その CTC さんの4年間営業を担当されてから、じゃあ ITV さんに。そうですね。間にCTC と伊藤忠商事で、まあ、当時共同で買収をしたシンガポールとマレーシアの地場のシステムインテグレーターがあったんですけど、そこのマレーシアの方にもともとローカルで600人マレーシア人のスタッフがいるところに、まあ、日本人5人で乗り込むっていう感じで、5人の一番下っ端として飛び込んで、まあ、2年間現地で営業とか事業開発やってましたっていう。それを経て、まあ、ちょこっとだけ本社に戻ってきて、その後2017年の10月から、ITV に来てますって感じですね。ゴリゴリも日本国内海外で営業経験をされてから、そうですね。ITV さんに。はい。ちなみにそのゴリゴリ営業畑からITV さんに入ってくると一番苦労したこととか、逆にすごい生きたことってどういったところがその宮内さんの中ではあったんですか。はい。苦労したところでいうと、やっぱりまあ基本的なその投資契約のところっていうのは、これまで僕も伊藤忠本体で例えば M&A とかっていうところには正直触れていなかったので、ずっと現場で営業やってましたってところだったので、まあそれはもう本当にファイナンスとかってほぼ1からの状態だったかなというふうには思っていますと。まあそれはある程度キャッチアップしなきゃいけなかったこととしてあって、一方で生きたこととしてはやっぱりまず支援から入らせてもらうっていうところで、まあ伊藤忠というバックグラウンドもありますし、売って掘れるかどうかみたいなところって分かりやすいじゃないですか。そういうところができましたし、投資する時においても、自分だったらどうやって売れるかなっていうところをちょっとこう頭の片隅に置きながら投資検討とかさせていただくっていうのは、バックグラウンドを生かしてやってるかなと思います。確かに。じゃあ本当にもう伊藤忠グループに入られて、もう新卒から何年目ぐらいですか？11年目なはずです。11年目、はい、でもう VC 歴でいうと丸3年経ちましたということですね。なるほど、なるほど。もうこれからも継続しても ITV さんにずっといらっしゃるっていうイメージなんですかね。サラリーマンなんで何とも言えないんですけど希望はずっといたいですねと思ってますっていうところは伝えてます。なるほど、なるほど。逆になんか僕あまりその商社で勤めて、どうしてもVC 畑といいますか、はい、ベンチャー界隈にずっといたので、はい、あまり商社の友人とも最近なんだ付き合いがないんですけど、商社に入ってる人たちって普段どういうプライベートって何してるんですか？プライベート、そうですね、はい、業界の人でサウナ好きな人もむちゃくちゃ多かったりとか、最近だと釣り流行ってたりすると思うんですけど、皆さんってなんかお仕事以外って何やってたりするんですか？そうですね、自分自身はもうなんかもう休みの日はもう家族に対して家族貯金を貯めるというか、家族のポイントを稼ぎにいけるかどうかというところをやってますね。もともとなんか好きなこととかってあるんですか？もともとサッカーずっとやっててですね。なるほど。はい。なんかその相手先支援して伸ばしたいみたいなのもサッカーの経験から来てて、そうなんですか。自分当時はフォワードやってて転勤で勝つのも当然嬉しいんですけど、それよりもなんかこのスピードを生かしたらもっと点取れるのにみたいなところをいかに生かしてやりながら周りにも行ってそういうパス出せるかみたいなところがハマった時気持ちかったっていうのがあるんですけど、それがなんかちょっと薄いかもしれないですけど原体験としてあります。大学時代もずっとサッカーやられてたんですか？大学も一応やってました。体育会ではないですけど。なるほど、なるほど。そうか、その背景があって、新卒の就職活動でじゃあ伊藤忠グループ入られて、そうですね、ある意味偶然ですよね。グループの中に VC があったっていうのも。そうですね、伊藤忠を受けてる時に ITV の存在は、知らなかったですって感じですね。必ずしも他の商社さんだったら、もちろんもうすでにある商社さんもあると思うんですけど、もう全ての商社さんで CVC 機能があるわけじゃないですもんね。そうですね、CVC もなんか例えば直接投資をしていくっていう舞台とか、戦略的にそういう枠を設けるっていうところはあると思いますけど、ITV のように独立してファンドを立てて、でそこからベンチャーキャピタル事業を生業としている子会社があるところっていうのは少ないんじゃないかなと思いますけど。ありがとうございます。今回はですね、伊藤忠テクノロジーベンチャーズが宮内さんにご出演をいただいて、どういう背景でITV さんに入っていらっしゃったのか、どういうふうなキャリアを歩んでこられたのかっていうことをお伺いしてきたんですけれども、次回はそんな宮内さんが3年前からしかもずっと希望を出されて、入っていらっしゃったITV さんがどういうファンドを投資活動されていらっしゃるのかっていうようなところをお話をまた詳しくお伺いしていきたいと思っておりますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。それではですね、皆さん今回もご視聴いただきましてありがとうございます。今回の動画も良かったなと思っていただいた方はチャンネル登録ですとかコメント欄にもコメントいただけると大変ありがたいです。それではですね、皆さん次回もお会いしましょう。ありがとうございます。さようなら。